みたらし雲に。ただいま。あ、姉さん、ただいま。よいしょ。あれ、兄貴寝ちゃった？ああ、せっかく月見バーガー買ってきたのに。もう、買ってこいって言ったら自分じゃん。先に酔いつぶれるとかないわ。はあ、いいよ、起こさなくて。起こすと兄貴怒るっしょ？姉さんは気にしないで。ごめんね。兄貴がいつもわがままかけてるでしょ？今日だって、お月見したいって急に言い出して、飲んだら飲んだで月見バーガー買ってこいって。ほんと、思いついたらすぐ欲しくなる人だからな。で、しかも買ってきたらこれ。もうね、怒る気なんて起きないよな。だから、姉さんは気にしないで。てか、俺も月見バーガー食べたかったし。兄貴と俺、好きなもの、同じなんだ。じゃあ食べよっか。月見バーガー。兄貴はほっといてね。綺麗だね。兄貴がお月見したいって言い出したの。やっとわかった。いくつになっても変わんないよな。月も、兄貴も。いや、ほんと姉さん大変っしょ？こんな兄貴の奥さんやってんの。すっごく。だろうね。子供なんだよな。ほら、寝顔も子供みたい。あのさ、ガキの頃、クリスマスのプレゼントが兄貴と被ったことがあってさ。そう。なんか親が買いに行ったんだけど、人気だったから、お一人様一点限りで一個しか手に入らなかったらしくてさ。欲しいおもちゃとそうでないおもちゃが、クリスマスの朝に取り合いになったわけ。どうなったと思う？そう。俺が諦めた。ほんとそういうの絶対譲らない人だから。俺が諦めない限り、何にも進まなくなっちゃう。だから、俺は諦めた。でもさ、兄貴は3日くらいすると、俺に貸してくれるんだよね。そのおもちゃ。まあ別にくれるわけではないし、兄貴的にも興味がなくなったわけでもないんだろうし。てか、むしろ、本当は貸したくないんだろうなって思うんだけど、でも、結構好きに遊ばしてくれるんだよね。結果俺は、二つのおもちゃで遊べるわけ。まあなんだかんだ得するのかな。でもそうするしかないっていうのが正直なところだし。うん。いつもそう。まあ辛い時もあるよ。諦めたくなかったものも、ある。お姉さん、とかね。俺が先に見つけたのに。俺が、先に好きだったのに。俺は、諦めた。そうしないと兄貴は納得しないんだよね。ほんと、
子供でわがままで自分勝手。ん？俺の顔になんかついてる？ソース？マジで？じゃあ、洗わないで。じゃあ、兄貴みたいとかも絶対言わないで、もう、マジで。どこ？ああ、拭いてくれるの？うん。じゃあ、お願い。ありがとう。あのさ、このままキスしたら、姉さん、わかる？じゃないから、兄貴みたいに欲しくてわがまま言ったりしない。だからたまに貸してくれたらそれで諦める。兄貴きっと朝まで起きないよ。大丈夫、兄貴。ちゃんと、兄貴の分は取っとくから。チャンネル登録をして、次の動画もちょっとだけ見てみない？